倒的にジョウスケが好きだね。うん、俺は浩一くんかな。おお、奥安、うん、もう四部ではっきり好きなキャラってあんまなかったんだけど、うん、まあセリフで好きなのはキラタが好きだけど、いや押すね。キラが好きかって言ったらまたちょっと違ってくる。セリフで言うとみんな好きなんだけど、もともとの口癖がキラみたいなんだよ。キラなんじゃない。オットーオットーとかんとか言う。もともと言う。後からキラを知ってる。四部見終わってからなんかめっちゃ俺も言うよねみたいな。キラよりは川尻の方が好き。うん、元のキャラ気持ち悪いから。オトリシエもいいよね。オトリシエもつい、ね、言っちゃう、あの東方ジョウスケって言っちゃう。喋り方が面白いね。オリクオすぎる。あれって声優変わんねえから。三輪くんだっけ。そう、うん、あのチゲの頃。ああ、そっか。ゲームのゾナーだよ。ゾナー、怪人ゾナー。好きなキャラ、私は4部そんなに好きなキャラいない。あー、ふんがみ、ふんがみね。ふんがみは結構好き。ふんがみ戦もう一回見たいな。それ見たいわ。あれ良かったかなり。いや、結構彼女も重いなところもちょっと思ってた。それはあの意外だった。エニグマからさ、ジョウスケとか助けた時にさ、あの光一くんがこうやってヤンキー座りしてるんですけど、もう一回四部はもう一回見たいなと思ってんだよな。あの最終バトルだけ何回か見た。あー、ファイターダスト。そうそうそう、あのあたり、うん、あのだからもう一回こう1か、あと1話も何回か見た。あの1話でアンジェロを倒したあのジョウスケのあのこう切れてる感じがすげえ好き。あの、うん、頭が切れてる感じ。あ、4部見るとね、あの必ず始まりがさ、森王朝ラジオから始まるじゃん、うん、あれがなく、王朝ラジオみたいな、頭から抜けなくなるんだよね。ベルトさんでしょ確か。ああ、なのか、違うっけ、かクリス・ペプラー、もう覚えてない。私、森王町ってなんか仙台にようこそ森王町って書いてある商店街あって、ジョジョ店かなんかやってる時期だったと思う。その時まだジョジョ見てなくて、あ、行けばよかったなってすげえ思って。森王町ってあれ仙台滞在なんだっけ。仙台滞在だから多分その近くの M 県 S 市なんか商店街に貼ってあった、うん、ようこそって書いてあった。ローソンもなんかそれ仕様になってたらしい。ローソンもなってたらしい。ローソンを変えるってすごくね。なかなかよ、うん、そういうイベントの時だったんだろうなっていう。街を上げてね、うん、そんなこと言ったら山形県ハンターハンターにしてほしい。題材にしてはいないっていう。まあね、まあね。だけどなんかこう街を上げてっていうやつをやってほしい。新庄で一応なんか原画展示みたいな。ああ、やってるね。やってたり、まあ、グリロアイランドにしよう、新庄。ちょっと行きたいな。ブックってやってもらう。いや、やってね。めっちゃやりたい、それ。ハンターハンターってまだ救済中だっけ。うん。たまーに出る。まあ、え、全部見てんの。うん。でもなんかアニメ編、メラント編しかし、俺もそこら辺までしか見てない。全然読んでない。まあ、ヒソカとあの、クロ。が戦うのは見た。やっぱりね。漫画で。そこだけ。俺もそこだけ見てる。股間が光るビデオが出たっていう。原型種とか全く知らないギミックが出たって。うん、いつも股間が光る状態で、その製品サンプル見せられて、何これ、こんなギミック知らないって原型種の人がなったとかって。コマのやつ。なんか商品のインタビューみたいな。うん、書いてあった。書いてあった。書いてあるっていうのが流れてる。うん、話調整。もはやジョジョじゃなくなった。ジャンプ関連で。もう悠々白書まで行くのかと思った。シアハートアタックと戦ってなんか一回終わる感じがいい感じ。うん、一回終わって
なんかこうちょっと調べる日常会みたいな感じ、そうそうそう、なんかこう2週目に入った感じするじゃん、うん、結構、うん、ああいうの好きだなと、うん、4分初見で見た時音石が最後ラストだと思ってた、ああ俺もそうだと思った、確かに強えもんね、うん、慶長あたりは、うん、スペックも高いし初見だそう、レッドホットチリペッパーね、ラスオス並みのスタンドスペック結構あっさり終わったのびっくりした、確かにね、見た時にキラヨシカゲがラスボスってのを知ってる状態で見ちゃってたから全然なんだから同一人物ってものも知らないぐらい初見でないと見てた、俺一番最初のきっかけオールスターバトルからだからさ、あのアイドリング俺好きで、アイドリングの番組でオールスターバトルのトーナメントをするっていう企画があって、こう1人1キャラずつトーナメントするっていうのがあって、それであのどっちも勉強始めた、うん、全部見る前になんかやった気がする、声が、あ5枚目のアルバムの名前ゴールドエクスペリエンス、部屋に飾ってないと、そうそうそう、あの東京であの金と緑のジャケット、もうあのゴムをゴリゴリ意識してる、ゴールデンエクスペリエンスだけど知ってたもん、その東京の部屋で見てたから、その現物を、うん、CD いっぱい買ったしな、途中は初見って言ってもあこのキャラ見たことあるなってのがあった、あやっぱ、うん、誰かしら、うん、聞いたことあるなこのセリフって、うん、そうだからこそあるっていうのは初めて言った、これ見たことあるってなった多分ジョジョ知るより先にあのアメトークのジョジョ芸人の方を先に見たような気がする俺は、うん、うん、言っちゃったけどあんまり印象に残ってない、うん、なぜならよくわかんないね、うん、もう一回見たらあーってなってなるね、絶対ない、大体あの知らん漫画とかの回すると頭入ってこないから、うんうん、その後アニメ始まったアニメ1話から見て、それでやっと、うん、ああなるほどみたいな、でももう一回見返す手段なかったりする、まあレンタルしてくればあるのかなみたいな、おこっち見てたのを一緒に見してたってことだったら一部無事3部までは見てたはずだけど、あんまり興味持って見てなかったから3部は終わりました見てなかったんだよな、見直した時にバニラアイスとか知らなきゃ出てきたって思うな、あー、うん、4部とかも初見でほんと入ってきてるから、ね、うん、急に色が変わって止まったですし、うん、キャカゼスもちょっと変わったみたいな、うん、ただ4部見てる途中にもう原作全部買ってた、ああ、うん、そっか、うん、だから4部見終わる前にアニメ見終わる前に漫画で最後まで見る、うん、だからハマったのはそこら辺なんだろうな、きっかけが思います、あ、プライムで4部気にしたんだっけ、プライムだっけ、普通放送して放送再放送した、再放送したんだ、それだ、再放送したんだ、ちょうど BS で、で、5部とかも再放送だか、プライムだかで再放送か、そうだね、ケイスケまだ7部知らないから、あ、そうなの、テレビ見たのは間違いないと思って、漫画を割り勘で買ってんだけど、5部始まるまでのつなぎで4部やったんだと思う、もう読みたくて先に買って7部を、うん、うん、で読む時になったら半分払うっつって読む時になったらまだ見てないから買わないと、そう、なるほど、なるほど、俺んちあの文庫本で全部揃えてる、だからこうあの箱で買うわけだな、こうケースに入ってる状態を買ってくから、それをあの後で割り勘するっていう方式でも、まだビルに至らないからケイスケはまだ俺にお金を払わない状態なんてやつ払えよもう先に凄まじい金銭感覚だだって本当に見るか分かんないから払っておくのもったいないっていう、そこに確かに葵に買ってもらったじゃないなんか買っていいみたいな、なんか7部分だけ払ったんだけど確かに確かに7部って買うしみたいな、ね、タイミング的に
買うってなったから払ったんだった気がする。半分ぐらいは出した半分でした。で先に葵が読んだところ。結構ジョジョは表にこっち貼ってくる。そう、葵の部屋に貼ってくる。なんか文庫本で揃えてるからなおさらその8部とかもさ、うん、文庫本が出終わってボックスがついて買うっていう風になるわけ。そうなんです。じゃあコミックスサイズで買ってくるんじゃないか、うんうん、まだまだ先なんだよ俺が買うに至るには、うん、7部で最近だっけな。4部の話終わったっけ、うん、それだね、また好きなシーンとか話とか入るし、読んだろセリフとか、うん、あの、ジョー太郎がね、あの、キラヨシカゲと戦って、あの、時計をぶっ壊すシーン、うんうん、そのあたりのセリフがすげえいいセリフあったんだけど覚えてない。趣味の悪いだけ。そう。なんかもう見れなくなるみたいなね。だから好きなシーンがダンディスでキラーのおっと本命を言ってしまったかなって。最後の正体バレ。あそこが好きすぎる。私やっぱイタリア料理を食べに行こう全般に。うん全般？あ全般。うん。あれの中のどこじゃなくて、もうイタリア料理を食べに行こうの話が、うん、あれは食べたいよね、うん、うん、食べたい実際イタリア料理を食べに行こう。あれ見て、私、あの小夫婦パスタ作ったの、うん、作って、食わせて、うん、作れるから。なんか治った辛かったってあ、そっか辛いの苦手なのに辛かったか。完全に置くやつ状態だった。うまいって言わないと。辛いの苦手なんすよ。でも止まらないって。うまかったでしょ。うまかった。なんつうか食べたくなる味っつうか止まれないっつうか、うん、どんどんお腹が空いていくよ。もう僕やつはどう考えたって高木さんの声が一番ありがたりじゃなきゃありえない。あの回だけ最初見せる見たもん、うん、なんかこの回だけこの回だけでもいいから見てくれ。なんか先に見たね、あれ、ニコニコかなんかで上がってたの、うん、誰が言ったの。うちが二人に言った、うん、でその時見て面白い。後からジョジョを見始めだいぶ後だねそれから。結構序盤なんだって、うん、あんな奥やつ戦っとるってこんな、うん、あんなもんバチボコにやり合っといてすぐこんな仲良くなすごい早くてびっくりした。あんな後にこれすぐこれだろってなったの。印象的なシーンだとやっぱ奥やつの兄弟仲のシーンというか、まあ、家での戦いは結構好きかも、うん、兄ちゃんが好きやろって俺あの奥安があの死にかけの時に あの兄貴が、うん、そういう関連の話どこ行くんだ奥安。あれは泣く。兄貴についていくよって言ったらって、うん、あれでしょ、うん、あれいいよね。あれはもうほどほど泣くよ、うん、あれはいい。しげち最後悲しいけど、うん、あれは辛かった。 あそこ辛いはって思った。びっくりすんもんな、そんなことあるんだって。間違えてサンドイッチの袋持ってっちゃう。驚愕だよね、あんな手入ってたら。手が入ってるってなる。なんかテンポ感はちょっとコミカルなのに、うん、状況はもう恐怖でしかないっていう、うん、あの一歩間違えればコントなんだけどね、あれ。今の誰？八分のやつですよ。めっちゃいいやつ書かないかな。あ、でも聞かなかった。だってもう出てんだ、まあ、出てはいる。記事にはなってニュース記事にはなってるからね。いや、まあ、ネタバレ気にしたらもう生きていけない。いや、っていうかあの見てもさっぱりわかんないけど全然読めねえ。こっから見てなんかどうせ読んでるうちに忘れる。キャラ多いからどれだっけ。どうせそのうちに流れてくるから、うん、そのうちネットミームとして何かが定着する。きえそういうもんだから。8部早く見てえな。もう全部見たいわ。完結してるんだもんね。終わってる。だって9部始まってんのに終わってないわけで、ね、もうあの帰りがけにゲオサ行って
こそって借りてくると終わり。八郎が結構好きだな。八郎まだ読んでない。キューブ読み始めちゃってすげえ面白い。キューブが…キューブ好きだね。八郎とキューブは関連性はない。ないね。ないんじゃない。俺キューブは一巻だけ買った。一巻だけ、うん、あー、まあ3巻しか出てないけど、うん、キューブ1個見てないんだよね。すごい面白い。なんか7部好きなの、4くらいの感じ。あー、テンション感。俺、あと、あれも一巻だけ買ったんだよ。あの、なんだっけ。おもろい。あの、ジョースケの。ガイデン？ガイデン。あの、ホリホーストのやつ。うん。あの、歌教員の妹っつうか、いとこの子。そうそうそう。あれ、よかったよね。見てね、それ。タイトル出てこない。なんとか的失恋みたいな。おう。悪魔的なんだけど。ああ、そうそうそう。ここあるんじゃないの？青山みたいな。引き出しに読んでたらいいんだよ。うん、確かに。読みたい。今。読みながら話す。2巻くらい。絶対無理だろ。え、2巻で終わった？ 2、3巻？何くらい？そんなに出てない？ 2、3巻だよ。俺、あの、しばらく続くもんかなと思ってて。結構なんか、その事件で終わりみたいなことだった感じ。じゃあ、あと2冊ぐらいパパーと買って読めばいいかな。うん、読みやすいし。なんて印象たらめっちゃ好きなんだよな。すげえ、サブサムになったなって思った。サブはさ、まあ、オラオラ感あるけど、落ち着いた上太郎って、うん、めっちゃ好きやった。あれで何歳だったの？ 30ちょいぐらい。あの時点でもうジョリーンは埋まってるぞ。俺らぐらい。あんな貫禄出ない。名前と名前が違ってる。クレジーダイヤモンドの悪霊的失恋。悪霊。諭してる感じすごい。なんかいいおじさんとしてなんか謝ってる感じ。ジョースケ差し置いて主人公みたいな活躍しちゃうところも。マジでなんか一番最後ね。主な戦力なんだ。お前がとどめ刺すのかよみたいな。なんか 95% ぐらいの人の。ジョセフ見ながらジョセフ。透明な赤ちゃんの話面白かった。うん、ああ。色をつけとるんじゃよ。じゃんけん小僧か。ああ。ねえ、あれよかった。ドラマの方が良かったし。ああ。ドラマ、まだ見れたところと見れてないところあるんだよ。岸辺露伴は動かないけど、うん、なんだっけ、あの、言っちゃいけない言葉。くしゃだが？あれ怖かった、ドラマ。あ、今のあれ言わせるっていう口頭テクニック。